リー土屋の車の話始まりました。始まりました。お願いします。はい。さあ今回はですね、日産の田村さんをお迎えしまして、日産のフラッグシップである GTR を徹底解剖していきたいと思います。題して GTR スペシャルです。いやーこれはよしよし、もうずっと人気ありますね、うん、いやすごいですよ。何ですかこの。すごいですよね。いやもう、うん、GTR 語らせたら3日未満喋りますよ、うん、本当にもう GTR 命だから。田村さん何ですか GTR って。まあ日産にとってはやっぱりそのフラッグシップ、うん、私にとっては人生、うん、ケイチさんだって人のこと言えないじゃないですか。言ってあるスカイライン。いやそれはそうだけど。でしょ。だから、うん、世代的にはもう GTR 命みたいな、はいはい、ね。そう、あのケイチさんの場合は運転を覚えるとか、うん、私の場合はその車の設計とか、うん、サスペンションって何だとか、うん、走るタイヤを使うってどういうことだって、はい、難しい話だけど、やっぱ覚えるのにもいいネタだったし、うん、チューニング業界的にはね、うん、そこでバーンとこうレベルが日本は上がったりとか、うん、一つのその日本を象徴する工業製品の塊というふうに自分では定義してるんですけど、ね、うん、でやっぱり何よりもお客さんが、うん、あの時某ドイツのスポーツカーメーカーに一周でも早かったぞっていう、うん、まあ、なんかルーツもあったりとか。それはポルシェのことですか。はい、レースの時、はい、高橋邦光さんという人が雨の中をキャーって富士スピードウェイでドリフトをされながら入っていくの、もうすごいいい音をしながら入っていく時に、私は日産行って GTR 作るぞと、うん、ケイチさんは大きくなったら俺はドリフトをやるぞと、レーサーになるぞと、うん、そういう車ですよ。じゃあもうお世話にとって GTR は人生を変えてくれた車。全然変えましたね、はあ、だって俺も小学校6年中学生、うん、もうあの日本グランプリっていうテレビをやってて、やってましたね、ね、うん、もうめっちゃかっこいいの。もう30度バンク GTR とマツダのサバンナ RX3 とやり合って、うん、30度バンク降りてきて SG とか横山コーナーとか、うん、国光さん雨の中もう本当にドリフトですよね。だから今は我々ドリフトって普通に世界各国言ってるけど、ね、あれはドリフトってこともまだなかった時代ですよ。ないないない、はい、もう逆半当ててるんですね。逆半か、逆半っていう。めっちゃかっこいい。もう18になって即免許取って箱スカですよね。だからそういう時代ですよ、もう、うん、スカイライン GTR、ね、ずっと今もね、ずっとこのやっぱり特別なポジションでね、日本のね。だからそんな憧れた子供が大きくなって GTR の開発主任ですからね。それってさ、まあ、ね、すごいいいですよね。いい会社だと思います、日産自動車。いやだからそこ入れたこともすごいし、ね、いや力がなかったらそのポジションに行かないもんね。そうです。ちょっと歴史とか知りたいね。知りたい、ね、歴史を知りたい。今回はですね、その GTR なんですけれども、歴史でいうと50年以上になりまして、はい、うん、あの分けると3世代に大きく3つに分かれまして、まずはその3世代の写真を見てみたいと思います。こちらです。第一世代がこの2つということで、ね、KPGC10 これね、くしくも電習のフェレル DZ と同い年なんですよ、うん、あ、そう。1969年。え、Z と同じにスカイラインが生まれたってこと？はい、Z とスカイラインじゃない、GTR、スカイライン GTR が同い年。スカイラインはちょっともうちょっと古いんですけど、うん、あれはプリンスの時代からできてるわけ、うん、GTR は日産、うん、このスカイラインになった時のその初代 GTR が、スカイライン GTR がくしくも1969年で同い年なんですよね、うん、なるほどね、なるほどね。あ、72年までか。まあ、この2つちょっと象徴的なんですけど、うん、左はレースを頑張っちゃった人ですよね、うん、この時、まあ、あのモーターショーが東京モーターショー15回ぐらい目だったと思うんですけど、15回目の東京モーターショーで、うん、スカイライン 2000GT レーシングって出したんですよ、うんうん、でそのレーシングを、はい、まあ、要するに、まあ、当然 GTR っていうグレードにしようと。なるほど、うん、それまではスカイラインって A と B におっしゃる通り、うん、ね、54B とか 54A って言って、ね、でも B の方がいいとかって、はいはい、そういう時代があって、はい、それからこういったってことですね、はい、で今度はスカイラインの世代になって、うん、やっぱりこのなんていうかな、 54B の四角いのだと、うん、どうもあの当時その責任者だった桜井慎一郎って方が、うんうん、あんなの P 社の A みたいな車には勝てねえと、うん、A 作ろうってことで R3 パーマルを作ったんですよ、うん、
その R330 GR っていう G8R っていう、はい、そのレーシングカーのエンジンをデチューンしてストリートに入れた、それがハコスカ GTR の始まりだったんですね。これ2代目スカイラインって当時、うん、両方ともいくらぐらいしたんですか。これケンメリ、うん、ケンメリは180万とか200万。ああ、ね、これケンメリの GTR はご存知のように一番売ったスカイラインだったんですね。 GTR じゃないですよ、うん、スカイラインっていうグレードが当時皆さん、あの若者がこぞって買おうとしてたスカイラインがケンメリで、くしくも歌も入ったしね。はい、いやだけど、ね、うん、一番かわいそうな子なんですよ、この2代目のケンメリって、うん、200台ぐらいしか作んないで排ガス規制で引っかかって、うん、もう終わり、ね、レース出れなかった。そうだから俺ポスターだけ持ってるもん、これ。ブルーメタリックで、これって今の現行で走れる車って、うん、もう超希少ですよね。1億円近いって言ってますね、中古車が。1億円200台しかないから。ケンメリは多いけどもGTR は200台しか作んないから、うん、そう、あのね、ハコスカの GTR はなんだかんだ言って4ドアが1000台近く、うん、2ドア70ミリホイールベースを短くしてやっぱり1000台近く、うん、合わせると2000台ぐらいあるんですよ。ケンメリの GTR はレースしなかったってこともあって、うん、途中でやめちゃったんで、うん、200台ぐらいで終わっちゃったんですよね。3ヶ月で生産終了で197台の生産台数なんだそうです、うん、だから意外とあの当時ってレースもにも出ない GTR なんて、うん、GTR じゃないって言って、うん、意外と冷めた目で見られてた部分もあるんだよね。戦っていないのに何言ってんだっていうふうに、うん、いやオイルショックと排ガス規制でしたっけ、うん、それで牙を取られた狼、うん、もう走ったらすげえ遅いの、その排ガス規制で。あ、そうか。そう、それでもう全く人気なくなっちゃったよね。そうだよね、うん、まあ、そういう歴史があって、はい、そして2世代目がで、16年の時を超えて、うん、1989年に3代目のスカイライン、はい、GTR 登場です。これだったよ、 32GTR。 かっこいいですね。これはかっこいいですよ。これ高田純次さんが乗ってたんですよ。高田純次さんがさ、当時俺元気が出るテレビやってたから、はい、テレビさん車買ったんだよ、うん、あの人も本当に車好きだから、はい、で僕らも買えるわけないじゃないですか、うん、まあ、あの人ね、もう売れっ子だから、はいはい、これこの色ですよ。純次さんね、しかもこの中のニスも乗ってたんですよ、あの限定の500ぐらいの、うん、そうですよね。そうなんです、限定だったんですよ。あの当時ニスモっていうグレード、今もまあニスモちょっと有名になってますけど、うん、当時ちょっと珍しかったグループ A 用のベース車種、うん、はー、バンパバンパ穴開いてるやつ、バンパ穴開いてる、あれ純次さんが乗ってたの、ニスモだった。そう、はい、これ俺すごいなと思ったのは、それこそ1代目2代目がやっぱりなんとかな、まあ、伝説になってたわけじゃないですか、うん、でしばらく経ってからこの3代目作るっていうのはデザイナーの人たちは相当プレッシャーの中でこれを作ったと思うんですけども、うん、でも GTR って本当に、まあ、今も新型出すって言ったら特別な力が入ると思うんですよ、これ Z と同じぐらいの、はいはい、それでこれを作れたっていうのは本当に技術の人たち、まあ、デザインも含めて頑張ったなって感じがするんですけど、うん、それはどうですか。そうですね、そうだね、いやだってこの時代はもう本当にそのグループ A レース世界選手権で勝つために作ったもんね、日産が。うん、その頃はこの時代ってやっぱりフォードシェーラーが世界一速かったの、うん、そのツーリングカーではね、それを日本の日産がやっつける、うん、世界選手権でやっつける。これ何、あの土屋さん何がいいんですか、あの走りとしては。走りとしては、うん、今だともう乱暴者の車なんですけど、うん、この当時としてはこのメカニズムで FR ベースで四駆になるっていう、後ろが滑り出してから前が引っ掛け始めるんですよ、うん、こんな四駆今まで見たことがない。なるほど。このアウディにしてもライブにしてもそのスバルにしてもそうなんだけど、 FF ベースの四駆なんですよ、うん、だけど日産がやったのって FR でいざ滑り出してからカウンター当て始めてからフロントが引っ張り出すっていう、うん、すごく画期的なことをねやりだしたの。なるほど。それで俺は騙されて5台も買った5台も買ったんだ金ね、すごい買ってる。そうじゃなくてお金持ちですよ。そのくらい5台も買った。これ騙されてって人聞きですけれどそれぐらいでも人生をかけちゃう人は多かったですよね計算だけじゃないですよ、まあ、私も過去も、ね、
いやもう年収よりも乗り出し全然高かったですから。うん、そうですよね、はい、それで4代目はどうだったんですか、うん、これは、うん、これはかわいそうな子なの。またそういうこれはこれまたそこのタブー行くか。4代目もそうですね、気持ちあの彼薄いですよね。あのねケンメリと同じなんですよ、うん、もうかわいそうな子なの。あの当時この4代目スカイライン33って言うんですけど、33、うん、が出た時にいろんなジャーナリストが言ったのは、うん、グロリア・クーペ、セドリック・クーペ、うん、なぜかというと、うん、この3代目の BNR32 が、うん、もうこのコンパクトでパワーがあって、そうですよね、33になってでかくなったの。太った。何知らん顔してるんだよね。すいませんって言ったその圭さんが言ってくれたようにちょっとなんかボテッとしてんじゃないの、うん、とかいろんなことを言われたので、うん、少しずつ後から直して販売したんですけど、うんうんうん、まあ、ボテッとしてんだよね。なかなかこうそのさっき言った S30、ね、初代の Z が良かった、うん、2代目難しいよねって、うんうん、一緒で、うん、32の GTR が、ね、頭のいい四輪駆動出て、うん、コンパクトでグループ A で連戦連勝で全戦優勝したと、うん、その後どうするんだっていうのが、うん、まあ、っていうのをおっしゃってる。あのこれってなんで50年も60年も経ってるのに同じ過ちをよく繰り返しますよね。あの別にこれ過ち、いやこれ日産だけじゃないですよ。いやデイさん、そこは一応いくつかの、まあ、理由があって、例えばこの時ル・マンに出たいんです、うん、ル・マンに出たんですね、はい、ル・マンに出るということはやっぱり直線ユノディエルがあって、うん、その最高速をやるには2615ミリの3人だとちょっとピッチングとは心もとないねと、はいはい、一般の人はさルマン走んないからね。ね、走んないですね。そうなんですよ、そこが勘違い。だけど乗ったらすごくいい車なんですよ、素直だし、うん、そのホイールベースが長いから。5台目行ってみましょう、はい、これこれでコンパクトになったね。あんま33で文句言われたもんだから、うん、今度日産はコンパクトにしてきたの。これは売れましたね。これ僕やりました。これもこれまだ担当職だったんですけど、まあ、いわゆるその部長さんみたいなのがいて課長さんがいてその下であれやりたいこれやりたいと、うん、3人は正直ファンとして日産の従業員ではあるけど直接やる係ではないから、うん、なんとなくピチパチク言えるんだけど、うん、いざ自分でやりたいとなった時の最初がこれだったもんだから。なるほど。相当こういろいろ悩みましたよね。でも僕は正直言って田村さんに怒られるけども、はい、このね5代目は好きじゃなかった。あそう、うん、これは人気なかったですよ、でこれ実は絶版になってから人気が出てきた、うん、これ今も含めてね、うん、この後に今の現行の GTR まで随分の時間があった、うん、それから人気が出てきて、これねマイケル・ジャクソンと一緒で死んでから人気が出てたんですよ、マイケル・ジャクソン。いやこれ結構売れましたよね。はい、ねえ、で、あのね、でもねそこは真面目に答えると、うん、その3人がスーパースターだった、うん、サンサンはがっかりで少しこうなんかダメじゃないっていうイメージがあって、うん、それをまた勉強し直して3、4っていう、うん、まあ、こういう順番ってよく言うんですよ、うん、で多分人それぞれにその時のイメージとか、そのテリーさんだったらあのマーチは好きじゃない、うん、このマーチは好きじゃない、ケイさんもそうじゃないですか、俺はこれが好き、うん、これは好きじゃない。これでもガンダム系になってなかったですか、ちょっと。ガンダム系、ガンダム僕は、ね、内装も Z32 のデザイナーと一緒のデザイナーがやってるんですよ。だからまあそれはそれでね、流れとしてはあのガンダムというよりやっぱり冷やしたいっていうのはいつもあって、うんうんうん、やっぱり口をちょっと前に持ってくると、うんうん、葉巻型なんですけどね、うんうん、やっぱりこうスポーツカーって常に冷やしもんとの戦いなんで、うんうん、顔はやっぱりそのガンダムみたいに悩む時ありますよね、うん、あります。あと内装も僕ちょっとなんかね、ここでこんなになっちゃうのみたいな、なんとかな、やっぱオラオラが入ってたんです、なんか、うん、なんか、うん、なるほどね、これ辺がね、なんだろうな、過去のオマージュが足んなかったなって感じ。なるほど。まあだけど我々その GTR 好きからすると、あ、3人に戻ったなっていう大きさなんですよ。本当、あ、大きさでしょ、扱いやすい大きさ、うん、やっぱこう戦いやすい大きさなんですよ。33だとボテッとしてデブでこうなんかボテボテしてる、うん、だけど34でまた戻ってくれたんで、うん、我々 GTR 好きとすると3人好きからするとこれに乗り換えるんだよね、うん、うん、でこれって2002年に終わるじゃないですか、うん、で次出るのはいつですか、6年、2007年2007年5年
ですよね。この5年間って、もしかしたら GTR はもう終わりだったんですか。正直言うともう2000年に次のやつを私やり始めてたんで。やってたんですか。やってました、うん、今と同じようにやってました、うん、あの時ね新聞記事この頃もゴーンが入ってきたってことですか。まあ入ってきてますし、その前から次の車を出すと、あ、ごめんなさい、新しい車を出すと次の車はもうすぐ始めてるんですよ。あ、そうなんだ。こそこそね、うん、いろんなことある前から仕込んでるわけですよ我々企画者は、まあ、ね、なんだけど木を見てガッていかないと、うん、そのいつでもわーわー子供みたいに言っててもダメなことはダメじゃないですか、うん、じゃあ機嫌のいい時に私は、そうです、うん、相手の顔色見て今行こうかな、うん、よしっていうこともあるから時の運の狙い方はありますよ、うん、GTR ってすごいね。やっぱりGTR が背中にあるから田村さんも言えたわけじゃないですか、うん、だからその GTR って存在はやっぱりね、なかったら。だからテリーさんさ、お客さんの声なんですよ。僕さっき、うん、メーカーの人間は好き勝手に自分のおもちゃ箱みたいに、うん、適当に俺のやりたいことって言ってるように見えるでしょ、うん、お客さん要するに圭一さんがあんな車作ったらダメだと怒るわけですよ、うん、某車の時に、うん、俺すごいそれ一緒に残ってて何の車前の言えない、だけどね、言わなくていいからもう33GTR ものすごい剣幕でお前のインチキ野郎のところのあれかぐらいに言われたから俺インチキじゃないっすってじゃあ作って証明してみろって言って頑張ったわけさあそして5年後にねこの第三世代2007年に 35GTR ね、これは今に続くわけですよね。そうです。これはね、うん、その僕なんかもそのベストモータリングで取材に行きましたよ、うん、確かにすげえ早いなと、うん、だけど日産って何がやりたいんだろうな、うん、硬すぎちゃって、直線もまっすぐ走んないし一般の道、こう日産ってどこ行くんだろうなっていうのが第一印象、うん、ただその乗った時にすげえ車作るな日産は、うん、もう世界のスーパーカーを敵に回すっていう車を作ったんだけど、じゃあこれを俺が買うかっていうと、こんな乗り心地が悪くてストレートもまっすぐ走らないような車嫌だなっていうのが第一印象。それがどん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 進化していくの、そこがすごい。でこの人に変わってからですよ、乗り心地っていうものを 35GTR に注入したの。お、大事なことですね。いやこれはびっくりした。あ、こっちの方向行くか。田村さん、その辺はどういう。だからやっぱりレーシングカー作ってるわけじゃねえっていうのが耳についたんですよ。それは誰が言ってたかっていうと、その当時僕の師匠だったスカイライン作った桜井慎一郎っていう人が、こんなま足固くしてお前行動走ってみろと、要するに足が地についてなんぼだと、要するに足を地につけろ、足を地につけろ、つまりタイヤがやっぱり跳ねちゃってタイヤが地面から離れるようなサスペンションを作っちゃダメなんですよ。そのことを散々言われてるから、ストリートだストリートだって言い聞かせて作るんで、そうするとこうタイム的にはちょっとこうやっぱり遅くなったりするんだけど楽しくなってくるはずなんですよ、うんうん、でやっぱり車、どんな車でも GTR であってもさっきと速いのはもちろんなんだけど、楽しくないといけないよねと、要するに圭一さんがこれは楽しいわ、俺の思った通り動くわって言ったら僕の勝ちなんですよ。なるほどね。速いけど俺つまんない面白くないって言ったら僕の負けなんですよ。今あの GTR っていくらから買えるんですか。1000万ちょっとです、うん、乗り出しで1200万ぐらいですね。乗り出し1200万、うん、当初888万です。で2007年はそうですよね、はい、まあ、そう言いますけど一応あの乗り出しっていう込み込みで言うと900近いです。200万ぐらい高くなったんですか。300万ぐらい上がってると思います。それってあのいいことなんですか。いや、やってることがすごい。いやだからそれは分かるんだけども、なんかやっぱ高いじゃないですか、うん、高いんだけど、だ一般の方はこれね、いや分かるんだけども、やっぱり最低価格を最低価格で置いとくってことも意地だと思うのね、うん、と上は別に金持ちはいいんだけども、うん、なんかそうやってることはこうだ、早いからいいんだって、それを正義にして300万も高くするっていうのは僕はどうなのかなと思うんですけど、テリーさん最初から1200万ぐらいだったのに、うん、間違えて安く売っちゃったんですよ、うん、
そんなの知らないですよ。ね、それ言う通りなんで、おっしゃる通りだけど、うん、まあ、圭一さんも今フォローしてくれようとしてる通り、うん、あの価値のものをそこまでダンピングしちゃいけないなと、うん、やっぱり適正価格っていうのはあって、うん、しかもね、馬力480馬力でスタートしてるんですけど、今もう600馬力近いんですよ。うん、サンニー GTR だって最初出した時はまあ500万弱、550万、最後700ですよ、うん、そこの世代ですら十何年経つとちゃんと 30% 40% 値上がりしているので、うんうん、その14年の歴史、もう今日で15年目で入りますけど、うん、15年経ったら、まあ2割3割ぐらい上がったって、まあ範囲じゃないですか。いや、だって GTR にしてもなんか自分のなんか自分で納得させてるんだけど、ね、ごめんなさい。いや、でもまあね、でも僕個人的には随分高くなったんだなってさ。だって一番高いのは2500万ぐらい。そうそうそう、ね、まあ、いや高いのはいいんですよ別に。それは自分たちの技術をさ、うん、世界と戦ってるわけだから、うん、いやでもさ、うん、俺毎年乗らせてもらってるんですよ、サンゴ GTR、うん、もう出るとその発表する前に乗せてくれるんで、うん、その中身がどんどん変わってんの、うん、でその2500万って言われて高いって言われるんだけど、じゃあポルシェはフェラーリはランボルギーニはって並べた時にそいつらに勝てるからね、もう同じ性能でその安定性から何からで、さっき田村さんが言ったように振り回せる楽しさを持ってる車なだから、世界 の、 そのスーパーカーと比較した時の値段と速さと、あとは楽しさっていうものを比較すると、俺からするとしょうがねえな。なるほど、わかりました。そこのところは私もね甘んじましょう。もう一つ、ありがとうございます。もう一つ気になることがあるんですよ、はいはい、あのそれこそ今ねこれから EV になってくるわけじゃないですか、うん、でそれこそまあいろんなレースなんかもね今度 EV になっていく、うん、といつまで一番心配してるのは、うん、この今の3号の GTR はいつまで生産してくれるのか、で例えば次のね、うん、モデルはどうなるのか、うん、そっち見てる場合じゃないですか、田村さん、はい、いや、そこはね、あとこれ本当生産中止になってしまうのか、うん、また時期3、6が出るのか、ここなんですよ。切り込みますね。いや、でもちょ、まあ、いいですよ、答えられなかったら答えられなくても、もちろんね、コンプライアンス違反とか答えて決まってるじゃないですかね。だけど、うん、テリーさん、やっぱり、うん、日産が続く限り、うん、私がいようといまいが、うん、あの人たち、つまりチームを組んだあの DNA は絶対続きます、うん、どっかの名誉監督も、うん、永久に不滅ですって言ったように、うん、僕は永久に不滅だと思います、うん、ただただそのおっしゃる通りソリューションがハイブリッドだとか、うん、オール電気だとか分かんないですよ、うん、だけどその時に圭一さんのような辛口コメンテーターが電気だろうとガソリンだろうと面白くねえとダメだよってちゃんと言ってくれれば、うんうん、そうちゃんとなりますよ、うん、うちだって DNA ずっと紡いでんですから、まあ、そうですね、だからなりますよ。そんなで、うん、ポイントはガソリンエンジンは、うん、ガソリンエンジン車はそろそろやばいっていうのはあるじゃないですか、うん、言われてますね。しかも GTR、うん、全部売り切っちゃって今年で終わりなんですよ、うん、なんだとはい、8月をもって生産したもので終わり、うん、えー、もう買えない。え、ということはそれはみんな買い行くじゃないですか。すいません、ごめんなさい。あ、皆さん今度フェアリティ Z っていうスポーツカーがあるんでっつってんですけど、ということでごめんいつから営業に回ったの、ね、今もう GTR 買えないの。買えないよね。もうないの、新車ないの。あ、そういうことか。ただし、ただし言っちゃっていいの、うん、言ってください。今ねちょっと延命しようよって言うんで、いろいろ働きかけ、延命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 、大谷、あ、大仁田敦と一緒だね。つまり、ハイブリッドだとか、なんだとかって言わないで、今のツインターボガソリンエンジンのまんま、うんうん、まあ、ちょこちょこっといろいろ手入れる、例えばその法律は音出しちゃいけないって言うんだから、うん、音をちゃんと落として、うんうん、まあ、ちょっとお金を投資して、うん、8月で1回生産はやめます、うん、もう終わらざるを得ないから、うん、だけどサプライヤーの皆さんとかうちの設計、ね、いろんな人たちにやろうよっていうのをやったので、うん、去年あなんかちょっと今いい空気になってきてるんですよ。 Z もなんかいい空気になったので、うん、Z はなってますよ、ね、Z 最初みんなうーってもうあんなの高いしもう儲からないし嫌だって言ったんだけど、今日産がこう復活、うん、再復活していく中で、うん、
いい調子になるでしょ、うん、そしたら、ね、GTR の延命も話聞いてくれるんだって。いいじゃない、行くと思う。そうするとね、まあはい、音の問題とかいろいろな問題があって、まあ、一度生産中止になりましたよね。で今度それを復活させるってことは、復活っていうより、まあ、もうだからそのまんま、また性能は変わらないんですか。いいこと言いますね。ねえ、なんかそこですよね。性能を落として、うん、はい、なんていうの、音を消した、うん、つまり、まあ、またそこマニアックで言うと、配圧上げて、うん、音を殺したから、うん、ね、うん、いいでしょ、馬力も落ちますよ、うんうん、それはダメだって今言ってるから。そうですよね、苦労してると思います、みんな。そうですよね、もちろん。それって馬力下げちゃダメだよ、ね、だって配圧上げたら馬力下がりますよ、うんうん、そうなりますよね。みんなも下げないで出してくれってテリーさんみたいなこと言ってますよ、僕も、うん。そうですね、まあ、僕は無責任にね言ってるけど。僕も無責任に同じこと言ってます。さあ、ないタマさん、はい、クビになりましたね。やっぱりそうですかね。もう次のね、仕事も探しても、ね、もうね、ここで話してもしょうがないんで、ね、GTR 見に行きましょう。じゃあ現行の GTR 見に行きましょう、はい、では引き続き田村さんに GTR の魅力をご紹介いただきたいと思いますが、はい、私たちの後ろにドドンと、はい、そうですね、2台ありますけど、田村さん、はい、ちょっとこう違いをちょっと2台、はい、GTR ニスモスペシャルエディションと、うん、GTR、T スペックって名前をつけて、うん、これって今でも買えるんですか、2台とも。どっちも買えなくなりました。どっちも買えない、レアレア。これどっちも抽選だったんですよね。あ、そうだ、はい、今もうそうなっちゃうんだね、はい。まあ、だからもうニスモだと、うん、サーキット走る人のために作り上げた1台、うん、T スペックってのは、うん、まあ、ストリートの U みたいなプレミアムの一番いいやつと。これまだ T スペックはおいくらですか。これがね、だいたい一声乗り出しで1700万ぐらいしました。700万ちょっと、1700ちょい、はい、あ、700万。これがニスモだともう2500万。ふー、すごい。いや、だけど、うん、本当にオープニングで言ったけど、うん、ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニ、アウディね、世界のスーパーカー大体もう2000万オーバーでしょ。確かに。だからそれと比べてほしいの、うんうん、なるほどね、乗り味も何も、うんうん、それだけの中身を持ってるの、本当に実力の違いをね。エンジンの排気量自体は 3.8 で両方同じなんですけど、うん、はい、こっちだけ GT3 っていうカテゴリーのレーシングカーのターボチャージャーを使ってるんで、うんうん、ちょっとだけちょっと出力が高い、600馬力、うんうん、でこっちはまあ570馬力、うん、もうちょっとシュッとストリートだからシュッと回った方がいいだろうってことで、うんうん、まあどっちもなんとなく600馬力に近い強者なんですけど、うん、少しずつそのまあそのバネがすごく硬い、うん、3倍ぐらい硬いんですけども、うん、というのと、まあ、こっちはなんとなくこの色に意味があって、うん、この色いいね、これ落ち着いてる。プレミアムジェードってあの R34 の時の、うん、あのニュルっていう色を再現したんですよね。うん、綺麗綺麗、いい色。まあ、ぶっちゃけあの水溶性だなんだかんだって塗装って20年前とルールが変わってるから、うん、あの頃の色って今もう何も吹けないんですよ、うん、だからそれを新規に開発して現代風にもう一回やってみましたっていうのがこの T スペックの色で、本当はまあこのサイドに回っていただくとカーボンブレーキを両方入れていて、はい、ああ、はい、この間テリーさんに怒られた1台分500万のブレーキが入ってます。そう、500万のブレーキ。500万のブレーキってさ、しょうがないよね。世界のスーパーカーみんなそうだもん。そうなんですか。世界のスーパーカーみんなこういう。キャリパーがでかいねこれさ、うん。そう、ノーマルでも置いとくと、うん、でかく見えるんですけど、うん、それよりさらにでかくして、うん、ローターも410倍って言って、うん、まあ、世界一じゃなくなっちゃったんですけど、うん、この間まで世界一クラスの大きいブレーキだった。うんうん、なんかちょっと見ていいですか。はい、どうぞ。これ、ね、T スペックの品がありますね。なんかね、うん、T スペックの特徴の、うん、このグリーンの内装でまとめてみました。うん、あ、本当だ。なんかラグジュアリーだよね。本当だ、うん、ね。これ限定何台だったんですか。これが日本で120台です。120台、うん、世界に売ったんですけど、うん、なんだかんだ300、まあ、なんと世界中に売りました、うん、例えば120台のところにどれぐらいの申し込みがあったんですか。2750人以上。多分ね、それはね、すげえ違うんですよ。またね、値上がりをね望んでるね、また悪い人がいるんですよ。あ、ね、そうなんだよね。そういう人たちがね、なんか買ってさ、また転売しようってさ。そうなんだよね。なんか車がまた違うね、車とは違うところでまたなんか5メートルやらしたからだよ ね。いやだけどなんかシックで落ち着いた、これいい、ね、うん、ラグジュアリーでさ、絶妙な色ですね、うん、ゴージャスでいいじゃないの。どうですか、まあ、土屋さんは乗りこなせるわな、当然ですけども。いや、いいですよ、うん、いいですよ本当に、うん、なんかね、
高級スポーツカーに乗ってるって感じ。へ、意外と僕もあの以前乗せてもらったんですけど、意外と乗りやすいんですよね。はい、はい、これは乗りやすくしたつもりです。そうですよね、実はびっくりして、前のはやっぱりどうしても、うん、あの圭さんが跳ねる跳ねるって言ってたように、うん、ちょっとやっぱストリートでは足が硬すぎたんで、うん、やっぱりそこはちゃんとストリート向けに、うん、サーキット中心じゃなくてストリート中心に振ろうってことで変えました。うん、これはしなやかだもんね。はい、そうなんですよね。でその中でも、うん、もっとしなやかにしたのがプレミアムエディションの T スペックなので。ああ、なるほど。これいいな、色もいいよね。これだけでも高そうだな、これ。すごいすごい。100万は超えるものですね。もう絶対これだから盗まれそうだよね、これだけ。これだけで100万。100万、はい、100万超えます。あらら、僕のウイル30万ですよね。乗り出しで。ちょっと向こうの室内見ましょう。はい、お願いします。ね、いいスモ。うわー、スポーツカーだな。これはまずこれがカーボンですね。まあフルカーボンですよこれ、ね。はい、バンパーもカーボンです。ここだけカーボンなんじゃなくて、カーボンにまあ塗装したりとか。そうだよね、フェンダーもカーボンです。これなんか例えばバーンとぶつけたらどうなっちゃうんですか。これバーンとぶつけると、うん、一声500万だってなんだと150万左右で150万。そうだよ ね、 だよね。多分この辺のラジエーターとかも多分いくから、さらに中身で100万、うん、いやだからもうそうすると俺なんかもう怯えて運転できないよ。もう家から出なくなっちゃうじゃないですかでもやっぱりスーパーカーも皆さんやっぱりパーツ高いですよ。そうなんだいやスポーティーだね。やっぱ 35GTR ニスモはスポーティー。で今はもう買えないんでしょ GTR って。だから頑張りますって。頑張ってなんかその音は消えちゃうけど、うん、当然その法律に合わせて出しますけど、うんうん、我々日産としてはやっぱりそのお客様の声で、うん、なんとかそれが強いもんですから、うん、うわじゃあこれはもうちょっと GTR 作り続けた方がいいよねという議論を盛んにしてますから。そうか、延命、はい、なんとかね、延命頑張りたいと思います。延命処置をして、はい、でも大丈夫だから俺らがマフラー変えちゃうから、はいね、なるほど、ね、そういうことらしいですよ。あと場合によってはね、田村さんはもうまもなく日産消えますあの T スペックの味は最高峰の GTR のしなやかさなので、うん、そこは一度は本当に味わっておいていただければ。どうでもいいですけど、これあの、はい、T スペックだけこのゴールドにして。あ、そう、 34GTR 金だったじゃないですか、カムカバーが、うん、赤じゃなくて。そうだよね。いや、それがオマージュです。オマージュです、オマージュです。うん、やっぱり歴史がある車ってさ、オマージュができるんだよね。そうだよね。ね、うん、あのチューニングマフラーとか言うでしょ、うん、本当テリーさんの前で怒られちゃうけど、うん、どうでもいい話だけど、これ、うん、このラジエーターキャップの圧力がもう147でしょ、うん、はい、ニスモだけ180っていうやつ使ってるんですよ圧力高いんですよ、うん、でニスモって書いてあるでしょ、うん、このコードも違うんですよ。あ、そう、強いの。あ、そう、そう違う。さあ今回は GTR スペシャル、いかがでしたか。すごいね、うん、もう涙もん、ね、涙もん、ね、涙もん、もう熱いね、熱い、思いが。それこそさもう初代から含めてね、うん、ずっとそれぞれのなんかね誓った人たちのなんかね、うん、こうバトンの箱根駅伝みたいなもんだよね。確かに GTR ってさ、なんとかってね、次に助け渡して、ね、GTR は日産の魂ですから。うん、うん、本当だよね。そうで、日本のフラッグシップカーですよ、うんうん、ね、もう買えないんですよ。そうですね、はい、なんとかしてくださいよ。頑張ります、はい、田村さんがね、いなくなる可能性があるんですよね。なんだこれ、ね、まだまだそんな、ありがとうございました。ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。